On the ice, representing France, Vanessa Gusmeroli. 14番, Vanessa Gusmeroli-san, France. 2度目の世界選手権で表彰台に立ったスピード感あふれるのが彼女の持ち味ですが、このところ表現力がついてきました。ショートは8位、さあフリーで上位躍進を目指します。 曲はまずバットマン。 ジャンプはフリップ、3回転成功。ルッツはどうでしょう。これも立った。 ザ・ビッグ・ブルー、ダブルトーループ。 得意のビールマン。サルコーは2回転。 ファイヤーダンスに変わります。 トーループ3回転。 中盤から後半にかけてジャンプのミスが出てきました。これがエンド終わった直後の表情に出たと思います。
運動能力の高さ、最後まであのサーキュラーステップ、スピードを落とさない走り切るというような技で最後締めくくる、そんな構成になっていました。観衆の声援に応えます。前半のこれがルッツ、3アクセルに続いて女子では難しいとされる左足の外エッジで体をひねるような形になります。難しいジャンプ、これをうまく成功させました。後半に持ってきましたダブルアクセル、そしてそれから得意のビールマンスピンに持っていく、このあたりの体の柔らかさ、うまくスピンを織り交ぜての構成をアピールしました。1m60cm48kg の大学1年生です。あのアルプスのふもと、非常に色の綺麗な湖、アヌシーコの近く、アヌシーの生まれです。アヌシーコで鍛えた水上スキーのチャンピオンでもあります、バネッサ・ギュスメローリ。さあ得点はどうでしょうか。 5.6 が見えます。しかし 5.3 から 5.4 というところ、プレゼンテーションはもう少し上がるか。上がりました。すべて 5.5 以上、これには本人ある程度納得。もちろんトップです。2位マリニーナ、日本の荒川は4位です。